ポコナチは。今回もコミチンの端末で、現在ランブルシティで開催されているイベントを紹介していくわよ。なんで今回もコミチンの端末なんだ。なんか、ポコニャンは今マイクラの編集で寿司詰め状態になっていて、不眠不休で動画の編集をしているみたいなのよ。だから、今回はコミチンの端末にお邪魔しての解説なのよ。なるほどな。あいつもたまには頑張るんだな。ということで、コミチン今回はよろしくね。よろしくな。うん、よろしく。じゃあ、早速だけど、今回のイベントは、ザクザク発掘無限の洞窟大作戦。って言って、原始時代をモチーフとしたイベントなんだ。ほうほう。7月22日から8月5日までの限定開催で、中でも一番目玉アイテムのマンモスレストランがチート級のすごい機能を備えたアイテムになっているんだよ。マンモスレストラン。ちなみに、このマンモスレストランを最大までレベルアップした時のステータスは、サイズ 2×2、効果エリア 6×6。範囲内の人口プラス2000、コイン1分あたり160、最大4万コイン、水道&電気消費量1500。なんだけど、それよりも、なんといっても一番注目するべき点はスキルだよ。マンモスレストランのスペシャルスキルは、拡張済みエリアにある邪魔な機械輪をランダムに一つ破壊するというぶっ飛んだ機能だからね。相変わらずコミチンはマニアックな知識がたくさん出てくるな。とにかく、ランブルシティで一番苦労するのは、樹木や岩を壊すためのチェーンソーやトンカチを作ること。鉄材や石材を湯水のようにたくさん使ってしまうからね。なるほど。ということは、マンモスレストランが手に入れば、スキルを発動するたびに、鉄材何十個分も得しているのと同じなのね。ちなみに、今回のルーレットも、初回はダイヤ消費が半分の25個でできるから、さっき早速ルーレットを回してみたんだけど、残念ながら牙の住宅だったよ。でも、やっぱりマンモスレストランがどうしても欲しいので、もう一回ルーレットを回してみるよ。2回目以降は、ダイヤ50個でルーレットが回せるのね。頑張れよ。そうそう。今は、ダイヤが56個あるので、ダイヤはなかなか集まらないから貴重なんだけど、今回はマンモスレストランが欲しいので、これに全てをかけてみるよ。では、ルーレットスタート。何が当たるかはお楽しみだ。やおいっと。お願いしまーす。よりによって、化石の道路。まあ、そういうこともあるさ。うん。いらないアイテムが出た場合は、分解して素材にすることもできるからね。ちなみに、化石の道路を4つとも分解すると、木材 ×20、石材 ×40、銅の延べ棒 ×4、になるからね。精一杯の強がりだな。さ、ということで、気を取り直して、イベントの方を紹介していこうと思います。ズバリ、今回のイベントのメインは採掘でのアイテム収集なんだ。採掘？そう。採掘場というアイテムをセットして、そこをスコップで掘ることで建築素材などを採掘できるんだ。今、ショップのところを見ると、イベントのところにある建物、プテラノドン発電所、ステゴサウルス酒場、恐竜アクアプールなどの建物を建築するためには、採掘場で手に入る素材を集める必要があるんだ。ちなみに、採掘場は水も電気もいらないので、道路際じゃなくて空いている場所に適当に作ればよいからね。この採掘場をタップすると、木のスコップか、金のスコップを使って採掘をしてアイテムをゲットすることができるんだ。スコップはどこで作ればいいんだ？木のスコップは何でも工場、で木材3つを使って作れるよ。1個5秒くらいですぐに作れるからね。で、今はあらかじめ作っておいた木のスコップが11個あるので、これを使って掘っていくんだけど、その前に、やっておかなければならないことがあるんだ。やっておかなければならないこと？うん。それは、町の博物館のスキルを発動させておくことなんだ。このスキルを発動させると、採掘場からの取得アイテムの量が1分間だけ2倍の量になるフィーバータイムになるからね。採掘をするときは絶対にこのフィーバータイムを発動させてからの方がいいよ。フィーバータイムを発動してからスコップで掘りまくる。これが今回のイベントで効率的にアイテムをゲットするためのポイントなんだな。それじゃあ、レッツフィーバータイム。おお、急げー。あ、なんか骨のようなものが出てきたわね。化石的なものも出てきたぞ。あ、金のスコップだ。金のスコップは採掘でゲットできるんだね。せっかくなんで金のスコップで掘ってみたらどうだ？うん、そうだね。おお、
金のスコップはめちゃくちゃアイテム出てくるね。お宝がザックザクね。まだ残り時間がありそうだから、最後まで掘り尽くすよ。残り時間あと少し。フィーバータイム終了。足跡の化石、これは何かしら？お宝シリーズの化石を採掘すると、ダイヤがもらえるみたいだね。あ、倉庫がいっぱいだ。ちゃんと倉庫を整理しておかないからだぜ。僕も最近知ったんだけど、建築に使うために残しておかなければならないものと、売ってしまって良い素材があるので、売っていい素材はどんどん売ってしまって良いみたいだからね。延べ棒シリーズは換金用のアイテムなので、銅でも、銀でも、金でも、手に入った瞬間に売ってしまって大丈夫みたいね。逆に売らないと倉庫を圧迫するだけなので、倉庫の枠がもったいないな。今、採掘場は23メートルなので、これをどんどん深く掘り下げていけばいくほど、良いアイテムが出るんだろうね。せっかく掘るならフィーバーした時に掘った方がお得だから、町の博物館は3個まで設置できるので、もっと設置した方が良いんじゃないか。そうだね。ちなみに、町の博物館のスキルポイントは1時間で貯まるので、1時間に1回スキルが発動できるっていうことだね。繰り返しになるけど、このイベントは、8月5日までの限定のイベントなので、それまでにみんなもザックザクお宝を掘りまくってね。もし、マンモスレストランが出たという視聴者さんがいたら、ぜひ見せてくれよな。そうそう。そういえば、先日ツイッターで告知して、視聴者さんの街にいきなり突したのよ。その時にある視聴者さんの街がすごく発展していたので、最後にそちらを少し紹介したいと思います。勝手に紹介しちゃっていいのか？ちゃんと許可は取ってあるから大丈夫よ。ご紹介するのは、シャドウさんという方の街です。ランクは51で、人口も14万人もいるわね。あいつの片田舎みたいな町とは違って、完全に大都会っていう感じだな。いやー、しかしやっぱり上級者だけあって、綺麗に整地されているし、無駄がない感じになっているね。ここまで整えるのに、一体いくつのチェーンソーやハンマーを使ったんだろうか想像もできないね。あと、フォトンメゾンかっこいいね。やっぱりルーレットで出る限定アイテムはかっこいいものが多いよね。コミチンもポコニャンも、シャドウさんに負けないように街を発展させるんだぜ。うん。マンモスレストランが手に入れば整地もかなり効率的にできると思うので、なんとか手に入れたいな。激レアのアイテムだから、なかなか手に入らないわよね。いつか僕もここまで発展した街を、皆さんにお見せできるように頑張っていくよ。また街が大きく発展したら、動画でお知らせしていこうと思います。ということで、今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。皆様、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひコメント、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガでは、通常より1日早く最新動画を配信しております。ポコニャンの動画を誰よりも早く見たいという方は、ぜひメルマガ登録をしてね。チャンネル登録は、左側をクリック。メルマガ登録は、右側をクリックしてください。スマホ、タブレットの方は、動画の説明欄にリンクを貼っておくので、そちらをクリックしてね。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。またねー。